カルロス・マヌエル・エルモシージョ・ゴイトルトゥアは、メキシコの元サッカー選手。元メキシコ代表。ポジションは FW。クラブアメリカの下部組織出身で1983年にトップチームに昇格。1986年8月17日の試合では、CD グアダラハラのフェルナンド・キラルテと揉めたのをきっかけにして、両チームの選手が揉み合いになったため、12試合の出場停止処分を受けた。1990年にスタンダール・リエージュに移籍したが、5試合1得点に終わった。同年、CF モンテレーに移籍し、メキシコに復帰。1991年にクルス・アスルに移籍。1994から95シーズンには35得点。1995から96シーズンには36得点と大活躍を見せた。1997年のリーグファイナルでは後半アディショナルタイムにクラブレオンのアンヘル・コミッツォに顔面を蹴られ PK を獲得。審判に血を吹くかどうか尋ねられたがこれを無視して PK を蹴り、クルス・アスルの優勝が決まった。しかしこの後、クルス・アスルは主要大会の決勝後半アディショナルタイムにことごとく失点してタイトルを逃し続け、2013年にやっとコパメヒコで優勝、2014年にコンカカーフチャンピオンズリーグで優勝した。他方のレオンも5年後の2002年に降格し、2012年まで昇格することすら叶わず、2013年にやっと優勝することができた。このためこの功績は血によって呪いがかかったとサッカーファンによって言われるようになり、コミッツォの呪いとして知られるようになった。1998年にクラブネカクサに移籍。同年、ロサンゼルスギャラクシーに移籍。2シーズンで14得点15アシストを記録。さらにプレーオフでも5得点1アシストを記録した。1999年にクラブアメリカに10年ぶりの復帰。翌年、アトランテ FC に2001年にグアダラハラに移籍し引退した。1984年からメキシコ代表に選出され、1986 FIFA ワールドカップ、1994 FIFA ワールドカップに出場。1997年まで代表として出場を重ね、90試合35得点の結果を残した。メキシコ代表史上でも屈指のスコアラーとして活躍した。2006年12月1日にフェリペ・カルデロン内閣で国のスポーツ委員会の委員長に就任した。ありがとうございます。